人生初めての堺の駅到着しました。今からね、いろんなところを回っていこうかと思います。ちょっとね、子供になった気分で楽しんでいこうと思います。行ってまいります。はい、ここのね、角を曲がるともうぼちぼちと見えた。めちゃくちゃかっこいいですね。ここなんかいい雰囲気のところを通りながら、初めてのねお店到着いたします。はい、もうねさすがに見えますでしょうかね。天ぷら大吉さん、到着いたしました。開いてます。しかも嬉しいですね。よかった。行ってまいります。イエーイ。無事撮影許可の方いただけまして、今お料理くんのを待ってます。おのようのも届いてましてね、生ビールいただきます。皆さんお疲れ様です。乾杯。めっちゃうまいですけども、カウンターのちょうど目の前にめちゃくちゃ新鮮な具材たくさん並んでます。めっちゃ美味しそうでね、ちょっとこうお腹の具合によってはたくさん食べちゃいそうです。店内は一本カウンターですね。お客様は、先ほどまで隣に戻っていた状態で、朝一なんですけどね、ものすごい活気のある感じになってますよ。新鮮な具材も満載、並んでおります。たまんです。はい、天ぷらね、盛り合わせのを届きました。ちくわと、なんだこれ、ちょっと生姜、奥はハモかな、魚系が2つと、エビこちらも魚ですね。これししとうですかね。こんな感じで、器になってます。はい、美味しそうです。はい、まだね寒い時期なんですけど、あったかい、アサリのね、お味噌汁が届きました。最高です。ちなみにね、これね、足元ねピュッと映すじゃないですか。アサリのね、もう本当に 貝殻がいっぱい、本当にね見た通りですね、たくさん並んでいますね。足元に捨てるスタイルですね。です。はい、天ぷらね、一品目はお魚かな、これ、ハモ、キス、それ系のお魚だと思うんですけどね、ちょっと今からいただいてみます。いただきます。いただきます。ハモっすね。ハモ美味しい。ふわふわにね、白身を楽しめて、サクサクの天ぷら、中の皮の部分がいい風味しますからね。最高っす。はい、2つ目もね、ハモが相当美味しかったんで、お魚でいっちゃいます。おそらくキスかなって感じですね。いただきます。これガッチョかな。なるほど。そうか、こっちねあるって書いてたから、ガッチョですね。ハモに比べるとね、やっぱり身のプリプリ具合もね相当上がってくるんですけど、食べ応えのある天ぷらです。美味しい。やっぱ関西でね、こう天ぷらとか揚げ物っていうと紅生姜
しますけどね、美味しくいただこうと思います。次は、エビいただきます。エビも目の前にあるんでね、あの状態わかるんですけど、めちゃくちゃ新鮮。ちゃんとあのしこ、包丁もね、あの筋切りしてあるタイプの美味しいエビなんですけど、あのその状態で揚げても太さが残る大きいエビです。美味しい。堺はね頻繁に来ることができないんで、あのちょっとね下調べしちゃいました。人気のメニューがカニ棒ですね。下っ側に見えるのがね、これ明太子の天ぷら。酒飲みとしてはね、やっぱりこう明太子の天ぷらっていうのは一度いただいてみたいなと思って頼んでみました。お酒と一緒にいただきます。ガチのカニ棒でした。めっちゃうまいこれ。うわ。カニ棒絶対食べてください。めっちゃうまいこれ。ちょっとこうね、あの初めての食べ物です。明太子の天ぷらいただきます。サクッと衣もサクッと入って、明太子プリンとくるんですね。最後の卵ホクホクで、なんかこうほんのりいただける、ちょっと柔らかくなるんですかね。美味しい感じです。チビチビ食べてお酒が正解かと思います。一応食べてる最中中確認したんですけどね、かなり肉厚のある明太子うまく揚げられてますね。あの火は通り過ぎてなくて、真ん中は若干レアな感じで、あの明太子そのものも楽しめるという素晴らしい天ぷらです。はい、天ぷらの方、美味しかった天ぷらすべて食べ終えまして、最後は締めのアサリの味噌汁ですね、いただきます。貝が満載入ってるんで、やっぱりねお出汁めちゃくちゃ効いた感じのお味噌汁になってます。なんかもう下に捨てるのはなんかこう戸惑ってしまってお皿に持ってってますけどね。本当にね、もうこうアサリのこう数を数えろみたいな話になるんですけど、もうアサリしか出てこないですよ。そらそうかっていう話なんですけど、数がめちゃくちゃ多いんで、この出汁の風味ね、相当ある、アサリのお味噌汁できるんだと思います。めっちゃうまいですよこれ。はい、もうこのねアサリの数、一杯のお味噌汁でこんだけの、でしょう、アサリが入ってます。そら出汁も出るわっていう話なんですよね。めちゃくちゃ美味しいんです。最高でした。はい、人生初の大吉さんいただいてきました。もう素晴らしいあの天ぷらの数々、最後の締めの赤出汁までのねあの流れっていうのもね最高でした。今からたくさん回る予定なんでね、ちょっとねあのお作りとか食べれなかったのがちょっと寂しいんですけどね、近くに漁港があるんで、こんだけ新鮮なあのお作りだったりとかお魚貝、揃うようになってますよ。めちゃくちゃうまかったです。皆さんぜひお越しください。
はい、大吉さんのこう入られてるこの建物ですね、大きい建物なんですけど、これ堺魚市場ということでね、市場というか市場というか、そういう建物になっておりました。この建物の中ね、ちょっと覗いたんですけど、相当いい雰囲気でした。まあ、今ね、もう朝、開けちゃったんで、もう閉まってますけども、よいしょ、中に入っていくと、こうね、飲み屋さん、お寿司屋さんがあったり、よいしょ、こんなね、おうどん屋さんがあったり、それでね、鮮魚とかっていうのも販売されていると。販売じゃないのかな、小売というよりかは業者向けなのかもしれないんですけども、そんな風にされている、いい感じになってますよ。はい、もうすぐね、目当てのお店に着くはずなんですけどね、ちょいとね、ここを曲がるとね、出てくるらしいですよ。マジですか。出てこない、どうしよう。出てきた。ありましたね。はい、今日行ってみたかったお店到着いたしました。下戸亭さんですね。行ってきます。はい、でもお料理の方がね、お盆に乗せられてるんですけども、お米と、お味噌汁は、最初いただくようになっておりまして、うなぎ、あとね、こちらの、小松菜ですかね、ほうれん草ですかね、明太子と一緒に、いただいてみようと思います。いただきます。うなぎもすごいですよ。はい、それじゃあね、お米からいただいていこうと思います。南部鉄器のね、あれで炊きますよみたいな触れ込みが多かったんですけど、いただきます。うん、形がしっかりわかるんですけどね、ふかふかした感じで仕上がってます。美味しいですね。ちょっとうなぎいただいてみましょう。ちょっとこの明太子大きいやつ、お野菜とお酒も美味しいんですけど、お野菜とお米もやっぱ美味しいですね。最高です。はい、かす汁なんですけども、かなり紅酒しっかり入った感じの、タイプになってます。味がね、まろやかっていうよりか濃厚な感じ、お米にぴったり合うように作られてる感じですね。はい、下戸亭さんいただいてきました。お客さんパンパンでね、てんやわんやで何も取れなかったかもしれないですけど、ね、美味しい、朝ごはんいただけるお店になっておりますよ。お米とね、特に美味しいのがあれですかね、かす汁とかがね、すごい美味しくて、おかずも美味しい、朝を楽しめるお店になってました。ごちそうさまでした。はい、高見酒店さんですね。やってまいりました。阪海電車を踏み越えて、今から行ってみようと思います。楽しみっす。行ってきます。
はい、無事ね撮影許可の方をいただけまして、今お料理来るのを待ってるんですけども、めちゃくちゃいい感じです。他に絶対ないでしょっていう感じのね、メニューの方見つかりまして、早速注文させていただきました。楽しみで仕方がないです。お飲み物は、ビールで最初は行かせていただきます。いただきます。皆さんお疲れ様です。乾杯。割と歩いてますからね、ちょっと疲れてますけど、すごいね、場所的には今日歩いてきた道がもう最高なんじゃないかなっていうね、コースを行かせていただいてます。たまらないです。はい、それじゃあ鹿肉いただいてみます。香りがね、すごいいい香りしてるんです。いただきます。まあ、美味しい、これかなりいい風味がきて、スパイスかなり効かしてるんでしょうね。スパイスがスパッときて、お肉は鶏肉のようなさっぱりとした感じのお肉になっています。もう本当ね、今日朝からもう3軒目ですから、もうね、お腹パンパンかなと思ったんですけど、やっぱこの鹿のお肉はいただけますね。うん、これは美味しい。いろいろ行きますけどもね、ジビエね、今でいう、まあ、一番こうおしゃれなジビエ料理をいただけるっていうことは初めてですからね。疲れた体をね、こう休めながら座っていただけるジビエは最高です。本当美味しいですね。たまんで。はい、ごちそうさまです。めちゃくちゃね、美味しい本格的なジビエ料理が格打ちでいただけます。こんなことありますか。もうびっくりしましたね。はい、渋くね、美味しく酒井は飲むことができますね。私の本当に好きなタイプのお店です。皆さん、いや、あなたの好きなのはどういうお店ですかと、こういうお店です。もう本当にずっと飲んでみたかった。もうお腹パンパンで、もうすいません、ほとんど飲めませんでしたけどね。鹿肉とビールだけでゆっくり癒していただける高見酒店さん、その他にもね、美味しそうなメニューが目白押しでしたから、次はもっと楽しんでみたいと思います。こちらも絶対再訪問確定しております。ごちそうさまでした。